こんばんは、ふさおでございます。さ、本日はですね、入国審査ゲームというか入国審査官のゲームでございますね。過去にですね、ペーパープリーズというですね、ゲームをですね、どのぐらいですか、生放送も含めて、あれすごい面白くですね、めちゃくちゃやった記憶があるんですけれども、それとはまた別のゲームでございます。今回はですね、映像グラフィック系もリアルになってるのかな。前のペーパープリーズっていうのはちょっとドット絵っぽい感じのやつだったんですけど、今回は普通のなんか綺麗なグラフィックっぽい感じで入国審査系ができるということでですね、楽しみにやっていきたいなと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。カリカトカ国境クロッシングアカルイスタン、めちゃくちゃ難しい地名出てきたな。おっと、意識を失っていた系か。起きろ、どうしよう、すぐに向かおう。なんだなんだ、ほ、これ、ああ動きます、どうも、うざ、おっと、運転してくれてるんですね。司令官ソローキン、ウォッカの木箱で賭けをしたんだ。このみすぼらしい穴で1週間も生きられないんだろうに。だが総監は君を信じている。ほう、どういう状況なんだ。賭けをして、私はこのあれですよね、車のボンネットによくこういうのってつけて、あ、ちょ彼の言う通りにしないとロスニコフのようになる。かわいそうに副業で少し稼ぎたかっただけなのに。うん、お小遣い稼ぎを酒場でしようとして賭けに負けた的な感じなのかな私。おっと、着きましたね。はい、ボーダーポスト、よし、着いた、総監に報告するんだ、幸運を。うん私は、え、あの矢印のところにとりあえず向かえばいい。なんかあるところ、なんだ、 E ボタン、ちょっと何すればいいのね。お、オフにできるやん、ラジオ。あんま切ればよかった、そしたらじゃとりあえずもう空気読めようみたいな感じで、はい、降ります、はい、来ました、皆様こんばんは。今回はこの木を切ればいいんですかね。私遭難したわけじゃないんですけど、マウスはそんなヒュンヒュンじゃないですね。珍しく滑らかな動きです。てかグラフィックめちゃくちゃ綺麗だな。まあ、入国審査官のゲームなんで入国審査をするんでしょうね、私は。そういう、とりあえず寄り道しない方がいいななんかこれ行けばいいかな。あー、はいはい、とりあえず矢印の方向に。ちょ、ドニー、トレーニング、あー、どうしよう、待っていた、アルアカルスタン国境地帯のカリカトカへようこそ名前が難しい。私はアンドレイ副総監、君の仕事について説明しよう。了解。ちょっと開けた扉を閉めたいの気になるんで、まずオフィスに入って君の任務フォルダを手に入れるんだ。あれかな、オフィス、んげーポロポロだけど、これか、喋りかけてきたのが私に。脳内に直接語りかけてくるパターンじゃなくて普通のスピーカーですね。はい、オフィスに入ってボロボロですねボロボロ。時代はいつの時代、今の時代なのかな、これは。どうなんだろう、いや、なんか違うぞ、パソコンがちょっと古いな。なんかこれ勤務先電話番号、あ、これ電話やん、これ。あ、ちょっと古いぞ時代背景。え、何年だこれ、今カレンダー、エイプリル、4月の16日だってことはこれで分かりましたね何年なんだろう。とりあえずじゃあどうぞ進めていきましょうか。職務経歴書、次にフォルダを開いて任務ハンドブックを確認する。うん、タブ、あ、これか。国境管理、任務ハンドブック、はい、開けます。書類チェック、名前と名字、名前と名字、このフィールドは全ての文章に表示されて、うん、値かな、同じである必要がある、スペルミスがないかを確認する。名前の違いがないかどうかを確認したりとか。あ、もういきなり実務だね、もう即戦力みたいな状況になってますけど有効期限、この項目はパスポート、入国許可書、市民 ID に記載されているカレンダーと比較し書類が有効になるかどうかを確認しよう。書いてありますわ。ただいま1981年の4月16日、私が生まれる3年前が結構前ですね、結構前やで。パスポート番号、このボックスはパスポート入国カード、市民2カードにある。パスポート番号と写真を確認して、はいはい、この辺はペーパープリーズとの時と同じですね。とりあえず、まあ、このハンドブックを見ながらいろいろやっていきましょうみたいな話かな。はい、よし、早速始めよう。レバーを引いて最初のドライバーを国境検問に招待する。もう即戦力、もう研修とか、今が研修中なのかな。あ、ダッシュできますね、これかな、レバー。はい、次の車両行くぜ。さあ、記念すべき一人目の入国者、私が国境
検閲官ふさおじゃ国境検閲官なってるのかな。アフガニスタンに入国するためにはドライバーには有効な書類が必要だ。うん、書類を見せるように頼むんだ。書類を、新座者、書類を見せてくれ。どうだ、書類をいただけますか。気にするな。うん、書類をいただけますか。いました、パスポートですね。さてもう一度任務フォルダを見てみよう。あー、ここ左側のエリアで確認するってことね。書類コンパイラーを使って両方のドキュメントのドライバーデータが正しいかどうかを確認しよう。うん、これね、はい。あと、あー、これか、はい。あー、これで1。書類のフィールドを比較すると知覚レベルが低下する。疲れてくると比較するスピードが遅くなり、レベルが0になると目視確認ができなくなる。休息を取りつつ、あ、自動化ってことかな。一致データは正確、ドライバーの入国が許可されてはいない、フィールドの種類が違う、一致しない。あ、ドライバーの年齢を確認するために、あ、カレンダーと比較する。ほう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 。見つかった間違いはすべて検査報告書に忘れずにマークするんだ。検査報告書、はい。このレポートでは書類を見つかった不一致にフラグを立てる、ドライバーを追い返す前に少なくとも一つのエラーをマークするか、入国許可するときには綺麗なレポートを残すんだ。最高の評価を得るには既存の問題をすべて見つける必要がある。時間が経つと新しいエラーボックスが追加され、レポートが拡張される。はは、よくわからないんですけど、これはバツ、バツじゃなくていい。あ、ミスってるところ、こうやって不一致のところを見つけて、これは一致だから OK で、パスポート番号一致、はい、有効期限、生年月日じゃない、有効期限一致しない。何？1981年9月3日まで、有効期限は1981年の10月6日まで。え、これどっちがどっちなんだろう。市民 ID は10月まで、有効期限、あ、これか、1981年とこれか。あ、一致、あ、一致っていうか、これ、まあ、有効期限内ですよってことか。あ、だ、これとこれも一致って、あ、そういうことね。はい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 、 OK。 パスポート番号も OK、 写真も OK、 OK でしょ、 OK だよ。そういう時どうしたらいいの、これ。 OK の時どうすればいいの。さあ決断を下すんだ。彼を受け入れるのか。受け入れます。でも最初からダメってことはないでしょ。検査は終了した以上だ。あ、出ました、承認拒否のハンコ。承認。おお、いいですね。いい一日を。いってらっしゃい。私が初めてで通したお客さん、お客さんじゃないよね、入国者。どうだ、いいか部長、よくやった、正しい判断だ。次のドライバーを呼ぼう。なんか部長って今なんとなく自然に出ちゃったんですけど、久々だね部長。これ絶対ブラック企業じゃない、今回もね。そんな気がしてるんですよ。これ部長でしょ、これ天の声ってなると、それもなんか、うん、そういうことになるだろうね。しゃあ行くぜ、どんどんこなしていくぜ、このブラック企業入国審査。かわいい車登場しました。おっと、違法改造じゃねえか、これは。車幅超えてない、このウィング、これ GT ウィングじゃない。いや、でも大丈夫だね、フェンダー超えてないから。よく見たらオーバーフェンダーじゃないですか。大丈夫ですね、タイヤはなかなかの辛い地。そんな話はどうでもいいか。他のドライバーにも対応しよう。はい、わかりました部長、すいません、ついついちょっとレーシーな感じの車が来たんで。ついついちょっとね、あれで書類をいただけますか。そろそろ怪しいやつ来るんじゃない、これチュートリアルだからさ。こういうのってやっぱ2人目が怪しかったりするじゃないですか。さあ見てみましょう。チェックポイント、パスポート、まず名前、クマウマロフ。クマウマさんってことかな。クマウマさんは同じ名前で、国籍 LK 王国。パスポート番号、はい、これ1個ずつ見なくていいから便利ですね。有効期限は、有効期限、あ、これと比較か、こっちと比較一致、こっちの有効期限はこれとこれ、はい、不一致。なんだ、1981年、4月16日、1月7日、ダメやないかい、ダメやないかい、有効期限ダメやないかい。どうしよう、写真は、いやー、ちょっと待って、あごひげ。ちょっとすごいつぶらな目でこっちを見てくるんだけど、ダメでしょこれ、有効期限切れてるもんね。どうする、いやダメだよね、ちょっとこれ、どうやって判断するんだこれ。いいか悪いか判断どうしよう、この話しかけていいか悪いか、以上だ。
気にするな。あ、だからこれで以上だってやるとこれが選べるってことね。はあ、はあ、拒否。ダメだ、パスポートが有効期限切れだ。まだ終わってない。どうした、その GT ウィングで。かわいいな。部長どう、私の判断。え、行くよ、行くの。あそこで U ターン、そのためのこれ U ターンね。あー、ダメだった人は U ターンしていく感じなんだ。どう部長、正当な拒否、ドライバーは入国要件を満たしてる。ほら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 、当たってんじゃないですか。次の方どうぞ。次の方、やっぱね、あの GT ウィングつけてきた時点でね、ちょっと怪しかったっちゃ怪しいんですよ。おい、来た、よっしゃい、出してもらおうか書類。立派なもみあげだね。髪型は結構いい感じですね。はい、書類をいただきますか。どうぞ、いただきます。そしてまず見ます、パスポートの名前、これ上のあれが減ってくんだね、やっぱね、目のやつが。だからあんまりこれ連続で使わない方がいいんだけど、パッパとこれを処理していきたいところ。はい、この辺は目視で見れるところは、これ目視でもいいのかな。これ毎回チェック入れない方が、あ、全部一致。え、どうしよう、訪問入国、え、大丈夫、パスポート番号 UR、 報告審査、検査報告書は、なんかもう気になるじゃん、これ通していい。わし A 型だからさ、顔はもうそっくりだもんね。うん、で顔はそっくり、顔はそっくりだな。もみあげも立派だし、この人いいんじゃない。どう、通すよこれ。以上だ、承認。いい旅を。一回でいいからやってみたいですよね。さ、パスポートハンコを打って渡すときに、いい旅をって言いながら、捨て台詞みたいな感じで、いい旅を。おお、無駄。有効な検査、完璧な検査で OK ライス。次の、なんかね、さっきからそっちにびっくりマークの、これなんだろうな、これ時間限られて、なんだなんだこれは。新聞、ザ・ボイス・オブ・アカリスタン、アカリスタン、カリカトッカ、もう名前が、もう国の名前が難しすぎるんですよ。カリカトッカの国境警察 部長、ニコラ・ロズニコフ。どうしよう、もう読むの諦めていい、これ。ニコラ・ロズニコフは、密輸業者の一団と協力した罪に問われ、10年の重労働を言い渡され、警察庁は警察の腐敗について調査を開始、ロズニコフに関連する他6人の取り調べは現在進行中。国境警備官逮捕されたって言われて、やば、これ人のこと私も言えないタッチなんじゃない。これ新聞はこれしまえたりとかするわけじゃないんだよね、これは来るだけなんだね。あとは特になんか他のびっくりマークないね。ちょっとこなしていけばいいのかな。はい、次の方どうぞ。よっしゃい、怪しい、荷物持ってきて、荷物積んでんちゃうんこれ。どう、何も積んで、お、開けれる、あ、すごっ。え、ちょっと待って、開けれる、え、何、どうした、どうした、マキシモフ。名前がさ、マキシモフ、貨物を返す、検査場を片付ける、気にするな、気にするなしか選べないな、まだ。おーおーほうほう、マキシモフ、同僚か、開けれるんだね、ドア。おはよう、はい、書類をいただけますか。いや、もうこっちに渡してくれりゃいいじゃん、なんでそっち渡した今。おー、ちょっと待って、ボンネット開けれるねえ、みんな。ちょっとボンネット、なんだなんだ、スーパーチャージャーでもついてんのか。お、ちょっとすごい、しかも閉めれない、あ、閉めれるわ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、はい、ちょっと書類を、いただけますか。はい、いただきます、書類。まずはチェックだね、名前、フラフアミリー、ちょっとなんか、あ、やばい、目の力、お、邪眼を使いすぎた、やばい、なんか見るまで時間がかかるなってきたぞ、ほら線が伸びるのにすごい時間がかかる、やばい、一致、1981年で、これちょっとパスポートいらねえわ、1981年4月16日、有効期限切れとるやないかい、これこれでチェックが入らないんじゃない、これ自分でチェック入ればいいのかな。パスポート番号は X92A の W500、 はいはいはい、はい、で有効期限が1981年3月25日、パスポートの有効切れ多いな。顔写真は、いやちょっと待てよ、ねえみんな、これはさ全然顔ちゃう、顔ちゃうやん、ひげ剃ったとか、いや違う、眉毛も全然違うし、怪しい、ちょっと待て、怪しいぞ君、顔ちゃうやないかい、絶対
お絶対怪しいよね。ねえこれ見て、これみんなちょっとこれ覚えててよ、この顔結構醤油顔じゃないですか結構醤油顔じゃないですか。醤油顔なんだけどソース顔だよね。この人は完全ソースでしょ、どっちかって言ったら。私よく醤油顔って言われるんですけど、母さんに違うこれ醤油ソース醤油、これダメだわ、これダメ、これダメ、これダメ、はい、ダメ、醤油顔とソース顔ダメだ、ダメだ、帰りなさい。荷物は何も積んでなかったみたいだけど、一昨日来やがれ。ちゃんとな、写真ぐらい一緒の写真を貼っつけてから来いよ。プリクラとかあるんでしょ、今の時代もプリクラとかないのか。どうだ、正解か。ほら来た、部長ありがとうございます。今日はよくやった、どうしよう、正当な拒否、あとは自分のアパートでゆっくり休むんだ。ありがとうございます。今日もう休ませてくれるんですか。今日もう休ませてくれるんですね。ありがとうございます、ありがとうございます。寝ずに働けみたいな感じだった。おっと、矢印こっちか。なんだ、あとは自分のアパートでゆっくり休むんだ。待て、あ、ライトつけれるわ。これなんだろう、 F 押したら今ライトがついた、 UV ライトみたいな、なんかなんだ、ブラックライトでも光らせるのか。てかちょっとやっぱブラック企業だわねみんな、やっぱブラック企業です、これ私のアパートかわいいパンツ干してやらないかい。嘘だろ、うわマジか、え、めっちゃ狭いしめっちゃ汚いし、これ何、あと自分のアパートでゆっくり休むんだ。休めるここで、え、何ここ、めちゃくちゃき、これ何、ピクルスかなこれ、何、ビールと、うわ懐かしい、これハエ取り紙じゃない。ねえあのさ、おばあちゃん家にあったわこれ、このハエ取り紙、昔ちっちゃい頃、この缶に蓋がついてて、あの中からビロビロビロってやるとさ、ネチャネチャしたなんかガムテープみたいなのがビヨーンって伸びるんですよ。でハエがくっつくって、まあそれはいいか、もうそんな話は、とりあえずもう寝ればいいね、じゃあもう寝るわとりあえず。あ、でこれで休んで目を回復しましょう、大事だからね、睡眠、霞目になるから。よーし、初日、出勤初日どう、これで、はい、お給料来ました皆様、初日お給料来ました、1981年の245ドル一体いくらなんでしょう。ドルは大体0、2つつければなんとなくの金額が出るっていう話なんですけど、24,500円。あれ結構高時給じゃない、日給か。24,500円合ってます、大体よ、150円とか100円とか、もうもう計算がめんどくさいから100円にしてるんですけど、1ドル、245ドルって25,000円ぐらい、00つけたらさ、結構、え、日給25,000円って結構うまいね、よく考えたら。え、これだと鬼労働で週7日働くとするでしょ、でまあ月30日休みなく30日間働いて1日、2万5000円もらえるってことは67,70万、結構いい給料もらえるんじゃん。これは意外にブラック企業じゃないかもしれない、労働基準は満たしてなさそうですけど、給料その分給料で払うみたいな、成果報酬型的な。いやー部長払いいですね、今回儲かってますね。いやどうしよう、私はユリ・ペトロフ副総監で君の2日目の訓練を指揮する。ちょっと待って部長、もう部長じゃなくなった、担当が変わりましたね。最近オベル、辛い我々の情報部はすでに取り掛かっており、定期的に必要な情報を共有しよう。はい、まず情報掲示板を見てみよう。はい、ちょっと待って、部長じゃなくなった2日目、課長か、部長の下だから課長か、課長来ました、おい来ました、なんか増えてくな、増えてくな。メモは特定の何、説明に一致するものを全員検査する多分するんだ、覚えておくんだ、どんな密輸品もアカルスタン国境を越えさせるな。さあ始めよう。なんだ、密輸業者、機能検査に立ち寄らなかったドライバーが国境を越えようとするのではないかと疑っている。うん、ここはオベランコフ一味の情報提供者の一人が密輸品の出荷に関する貴重な情報を入手した。なんだって、ちょっと難易度上がってきたんちゃう、あ、すいませんすいません、待たせてますね。はい、今日の一人目の方どうぞ。お一人目の方、よっしゃ、いい車乗ってんじゃねえかよ。なんだなんだ、攻めのハゲですね。いや、もみあげが立派。はい、どうやら容疑者を見つけたようだ、早っ、車内を調べるために車から、彼を車から降ろそう。どういうこと、車から降りてください。お、車から降ろせるわ、うわ怪しそう、密輸してそう、
隠し場所にヘビマーク、しかしそれは、紫外線でしか見えない、幸い君の作業用懐中電灯にはその機能がついて、まさかのさっきの紫色のこれか、紫外線は肘掛けの椅子の上にあるサインを探す、はい、なんだこう開ける、こう、あ、入れる、あーこれか、ヘビのマーク、密輸品の隠し場所、わかりやす、はあ、さて、見えと密輸品を取り出す道具が必要だ。テーブルの上にあるナイフを手に取ろう。テーブルの上、どこだ？あ、あれか。ほう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 。より詳しくなってきたぞ。なんだなんだ、これ回収して、はい。そのナイフでシートの生地を切ろう。オッケー。していくぜ。ちょっと待って、あ、ちゃんと、あー、これ、あ、あー、すごいわ。ちゃんとこの紫外線のライトで照らさないと、見ない、見えないんだね、マークが。はい、これで。うらっ、ちょっと待て、シート剥がすぞ、よし、見つけた、出た、クカインが出た、クカインが、みんなコカインって言ったらなんかやばそうだからクカインにしとくわ、クカイン出ました。密輸品は常にラベルが貼られているとは限らない。ボンネットの中を見てみよう。ここでは懐中電灯よりも注意深い。おお、何、懐中電、なんだ懐中電灯いや、そんな分かりやすいところにさ、クカイン入れとかないでしょ。クカインって言っても大丈夫か、これは。これそうじゃない、ここ一番マフラーのさ、一番根元のエンジンから排気出るところで、ここ一番熱くなるところで回収しまーす。素晴らしい、きっとこれで全部だ。なんで知ってんだよ、なんで課長、なんで、なんでこれで全部だって課長知ってるんすかね、え、他にもあるかもしれないじゃないですか課長。で部長、課長汚職か、汚職してないか課長、大丈夫、他もだって見た方が良くないっす。いろいろこれいじれるんですね。はいはいはい、他はないのか、他は大丈夫か、蛇のマークついてんのか、トランクとか、あ、この下とかさ、大丈夫、大丈夫か、よし、君は逮捕だ、君は逮捕だ、課長となんか怪しいけどな、癒着してそうだけど、君逮捕です。お、お、まさかの、ちょっと見てください、他、こんなあるの、労働収容所への移送を待つ犯罪者がここに収容されている。刑務所をアップグレードして収容人数の上限を増やそう。脱獄の可能性を防ぐために刑務官を雇うことを検討しよう。囚人を一晩パトカーに置いておくことで脱走する可能性もある。ちょっと、わははははは、入った入った、ディズハマルバイラーク、名前がすごい難しいんだけどさ、ディズハマル、バイオハザードみたいな、なんか名前っぽいな、なんか見た目がパッと見、ディズハマルね、はい、ディズハマル、じゃあここで話せる、あ、気にするな、はあ、ディズハマル、私の部屋より立派なんちゃうん、こっちの方がね、え、私の部屋より立派なんじゃない、ディズハマルね。これで日にちカウントして、ちょっと細胞ここに細胞ついてんのかな、ここのドアのところに、まあいいや、はい、じゃあ働く細胞頑張ってくれ、いいか、リサマル、おとなしくしてくんだぞ、ここで、私よりいい部屋じゃないこれ、あー、で、ここ、あ、ここにオフィスね、ここは君の倉庫だ、ここで取り締まった密輸品、道具、武器などを保管する、はい、いつか改良できる日が来るかもしれない、保管場所の確認、はい、他には道具や武器、回収した密輸品、交易品などが保管される。うん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 。アップグレードして。ああ、保管できる、放置されたアイテムは失われる。うん。インベントリーから選択したアイテムやパトカーから直接持ち運ぶことができる。窓の隙間から素早くアイテムを移動させる。もう、素早く。コントロール。あ、これでね。ああ、1、2、3、4、5。5個のコカイン。もうコカイン言うて待っとるけどな。これでいいのかな、倉庫にしまいました、はい、あ、次の方ね、忙しいやん、これなんか2日目にしてやることめちゃくちゃ増えてくるけど、マクシーモフ、あー、さっきの人ね、マキシマムみたいな人、マキシモフ、なんだ、車両処分するように頼もう、検査場を片付ける、マキシモフよろしく、さっきの車、仕事早っマキシモム仕事早えな。特定のタイプの収納コンパートメントを開く。やばい、硬い素材はハンマーを使って叩き割ることができる。斧を使うと木箱や車のタンクを開けることができる。なんだって、そんなサバイバル要素が出てくるのか、ここでもしかして、あアックスとバール手に入れました。なんだ、サバイバル要素出たぞ、ほら見て見て見て、
これどう？おめっちゃ木箱硬くて全然壊せないわ。すごい、みんな見てこれ、ほら、あ、やべ、あ、割れる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 、ピクルスの瓶とか割れるわ。おお、すごい、タバコ硬っ。タバコはめちゃくちゃ硬いんですよ、この国のタバコ。木切れる、これシェルター作ってさ、今から新しいオフィス建てようぜ。新しいオフィス、ボー、ちょっと待った、斧なくなった。ちょ、落としたとかじゃなくて耐久、うわ嘘でしょ。あ、よかった、あ、新しいの増えてる、あ、よかった、無限だ。あ、しかもこれなんかピッチフォークが増えてるわ。ほう、あ、これでサラダの車検ね。 あんまりなんか調子こいて壊さない方がいいと。はい、気をつけます。これどうしようね、ピッチフォークやばそうだね、バールやっぱ斧が落ち着くよね。よし、斧が落ち着く。じゃあ次の方どうぞ。よっしゃい、やってやんぜ、さあ来いや、検閲するぞ。さあどんどん来い。怪しい車来たな、ワーゲンバスかなんかか、これは。ほら、もう顔がだって怪しいもん、新座者。はい、車から置いてください。ドアの開けるときは注意してよ、当たったじゃん、痛いんだから。意外に身長低いね。なんだなんだ、パスポート、書類をいただけますか。まずは書類チェックからだ。しっかり、もう目がバッキバキやからね、今ね。フイッチ、もうフイッチ、もう名前があかんやないか、お前。パスポート番号、次パスポート、フイッチ、もうちょっと待って、おい、喧嘩売ってんな。あ、なんだそんなガバガバで通すと思ったら大間違いで、ほら有効期限もダメ。ちょ、言う写真は、あー、またヒゲと、またヒゲ剃ったんか。あー、写真はね、一重だけどね、あなた奥二重ですね。あ、いや、二重だな、どっちかって言ったらパッチリ整形。いやー、帽子だけ被ればいいと思って、もうせめてさ、ヒゲぐらい合わせていこうっていう気持ちはないのかな、君に。どちらにしろもうね、三罰なんだ、あなた三罰で。ちょっと待って、これであれだよ、ライトだ、必殺スーパーライト、これでスーパーライト。ちょ、何、あ、ちゃんとさ、エンジンちゃんとこう運転席側にちゃんとついてるのね。あー、でもなんもないね、大丈夫。ライト、このライトは何のためなんだろう。ライトつけてやろう、いろいろ触れるだけ触って。グローボックス中は、こっちは大丈夫ないね。いや、絶対ヘビのマークあるって。私はもうね、確信しよう。ほら、後ろの席開くでしょ。ほら、人質かなんかいるんちゃうん、ここに。どうだ、なんもないね、なんもない、なんもない、特になんもヘビのマーク。いや、絶対どっかにヘビのマークあるはずだ。私はもうね、この検査官としてのね、血が騒いでるもん、今。こいつはヘビのマークついてんぜって。どう？ヘビのマークある？タイヤとかさ、フェンダー。ボンネットがないんだね、この車。あー、まあ、とりあえずなかったけど、君はもう不一致しすぎるから、ダメです。拒否です。ただ、何も悪いものは持ち込もうとしてないから、ただの拒否だね、これは。悪いもの持ち込もうとしてたら、まだ終わってない。入れ！入るんだ、もう。ダメだ。パスポート更新してから来なさい、ちゃんと君。そんなんで渡ると思うなよ。で、悪い密輸品を持ってこようとしてたら、あ、しまった、これ、あ、さっきの密輸品か、これ何だった。オベランコフ一味の情報提供者の一人が密輸品。どうか、後ろのハッチ閉めて、後ろのハッチ閉めていかなくていい。ねえ、後ろのハッチ開きっぱなしだよ。正当な拒否、ドライバーは入国要件を満たしてない。そういうことだね。密輸品とかの人は捕まえる。で、パスポートが不一致とかでも、もうパスポート偽造のだけでもダメだよね、基本ね。はい、次の方、まずは降りる、まずは車から降ろす、それ重要だ。まあ、これもう全員降ろすからもうね。これまあ時間ちゃっちゃかやってた方がいいかもしれないけども、全員降ろすから、まず書類、順番ね、順番。これはもう基礎的なね、順序をまずはやっていかないといけないから。さあ、報告書いきましょう。まず名前のチェック、パスポートのチェック、いいね。まず次、有効期限のチェック。いいよ、ちょっと遅くなってきたね、だんだん。どうだ？ OK。生年月日は何だろうね。顔写真。あー、顔写真は大丈夫。ちょっと待てよ。オベランコフ一味の情報提供者の一人が密輸品の出荷に関する貴重な情報入手。ドライバー年齢47歳。これだろ。47っぽいな、君。生年月日1933年。1981年だから、47歳、
いや出た、1月生まれとか一番微妙なやつやん。1月9日ってどういう風だったっけ。でも雰囲気的に、48か7か、これダメだね。ねどうする、これ捕まえるんじゃない、これ47っぽいよ。これだってこれさ、これ絶対オベランコフ一味の情報提供者だよね、このドライバー。47歳、絶対そうだよね。君オベランコフ一味だよね。ちょっと車の中見させてもらうから、絶対なんかあるからね。とりあえず車のライトは絶対つけるって決めてるんだ私。人の車乗ったらね、なんかない、とりあえず大丈夫そうだな。車内は大丈夫だ。でもボンネットはあるんちゃうん、これどうや、どっかにあるだろう、ないのか、このいやないなないな。マークはとりあえず情けですね。後ろはトランクはどうだ、チェックするぞ、チェックするけど47歳だからな、逮捕しとくか、年齢がダメだ。君は大きな間違いをしているかもしれないが、ここは私の好き勝手できる権限も、あー不当逮捕、しまった、無実の人は逮捕、間違ってた、ごめん、ユーリ、ユリア、ユリア、サリブ、ユリア、顔が全然ユリアっぽくないけど、私が、ごめん、ごめん、ほんと申し訳ないわ、ほな、社交し、気にするな仲良くしてやってくれよ、あ、仲良くしてやってくれ、ユリアと、オッケー、ザハマル、ザハマル、ユリアと仲良くしちゃったね。ちょっと不法逮捕だから今私は不法逮捕、ちょっとマキシマム、マキシマム、ちょっとマキシマム、ちょっと車片付けといてくれ、よろしく。何点検完了って車をやってももうマイナス100円なの、嘘だろ。